すがに遅すぎます。彼らの身に何かあったのでは。もし彼らが戻らないようなことがあるならば。辛い想像だが、その覚悟を始めた方が良さそうだ。やはり不用心だったのだ。私はそうだと申し上げました。なぜ彼らはこれほどの危険を承知で外に。愚かなことです。ローザさんが襲われたばかりだというのに、なぜに外へ。それを言っても始まらん。とにかくこれでゲストハウスに大人は3人、私と夏希、そして高熱で寝込んでいるエヴァだけだ。エヴァさん、どうしましたか？大丈夫ですか？うちの人はどこ？うちの人がいないの。ずっと一緒にいるって約束してくれたのに。ずっと手を握ってくれてるって約束したのに。落ち着いて。秀吉さんはルドルフさんたちと一緒に今表へ出ています。どうしてよ。私とずっと一緒にいてくれるって約束したのに、どうして表になんか行ってるの。表へ出てはダメ。表には魔女がいるわ。行ってはダメ。殺されてしまう。エヴァ、落ち着きなさい。秀吉さんはルドルフたちと一緒に屋敷へ戻っているのだ。どうして屋敷に行かなくちゃいけないのよ。ここなら安全なのに、どうして表になんか出したのよ。どうして屋敷なんかに戻ったのよ。明日までの食料を取りに行くことになったのだ。秀吉さんはお前の体調が悪いことを気にしてて、そのためにもと言って。いつ戻ってくるの。いつ戻ってくるのよ。表はダメよ。バラ庭園はダメ。屋敷はダメ。魔女がいる。黄金の魔女が歩き回ってる。見つかったら殺されてしまう。絶対に殺されてしまう。うちの人はいつ戻ってくるの。30分前にここを出ました。私たちは帰りを待っています。30分。そんなのおかしいじゃない。屋敷に行って食料を取って帰ってくるのに、どうしてそんなに時間がかかるのよ。それであんたたちはなんでここでぼんやりしてるのよ。迎えに行かなきゃ。早くあなたのところへ行かなきゃ。母さんの意見に同感だよ。父さんたちの様子を確かめに行くべきだ。まあそうだな。荷物が大きくなって手間取ってる可能性だってあるぜ。人手は歓迎のはずさ。ローザさんが襲われてすぐですぞ。二次遭難の可能性もあります。ここは一つ慎重に。言わないで。慎重に何よ。助けを求めてるかもしれない主人を見殺しにしろというの。
私が様子を見に行くわ。臆病者はここで待っていなさい。僕も行こう。バトラ君も来るだろう。人数が多い方がいい。おう、江戸おばさん、来るなって言ったってついてくぜ。私も行くよ。私だけ安全なところに隠れてなんかいられないぜ。ジェシカは出てはなりません。ここに私といるのです。良いですね。兄さんたち一家はゲストハウスで留守番してて、これはうちの家族とバトラ君の家族の問題よ。あと南條先生も来てもらえるかしら。万が一のこともあるかもしれないから。バトラ、エヴァ、ジョージ、南條の4人は屋敷のホールにてルドルフ、キリエ、秀吉の3人の遺体を発見。第4から第6の番ってことか。なら死体には額、胸、腹にそれぞれ例の悪魔の杭が。はい。ルドルフの額に1本、秀吉の胸に1本、そしてキリエの腹部に1本、悪魔の杭が打ち込まれています。3人には争ったか、あるいは逃げ回るかしたと思われる着衣の乱れがあります。3人の遺体は寄り添ってはおらず、犯人と遭遇後ある程度の抵抗を試みたと推定されます。杭で額と胸と腹を、とか、相変わらず、無芸。いつも通り死体の死亡確認からさせてもらうぜ。ロノエ、赤で宣言を頼む。おい、聞こえないのか。赤で宣言を頼む。復唱要求だ。ルドルフ、キリエ、秀吉の3名は死亡している。申し訳ございません。復唱を拒否させていただきます。なんだと？いきなり、どういうつもりだ？
申し訳ございません。私めのお嬢様の代行者である資格をこれをもって返上させていただきます。よって私にはそれを赤で復唱することができません。それを復唱する資格があるのはお嬢様ただ一人だけでございます。正しい言い分です。ロノウェはベアト側の代行者でしかありません。ロノウェが代行の役を降り、かつバトラ君がベアトを相手として認めないならば、新しい代行者を立てる必要があります。新しき代行者はおりません。どうかバトラ様、お嬢様を再び対局の相手とお認めください。悪いが、そいつは聞けねえ相談だぜ。あの不愉快な残酷野郎、俺は絶対に対局者だなどと認めない。それを認めないために俺はこのゲームを降りないんだ。不愉快な点につきましてはお嬢様に代わりまして謝罪します。またお嬢様には二度と不愉快な言動を取らぬよう制約させます。どうだかな。バトラ君、あの子の師匠として私も謝罪します。よく言って聞かせますので、どうか一度だけ許してやってはくれませんか。おいおい、よしてくれよ。まるで俺が悪者みてえだぜ。それにあんたらにいくら謝罪の言葉を聞かされても俺の耳には届かない。そいつをベアトが自分の口で言えるってんなら、まあ耳を貸さねえこともないぜ。わかりました。それがあの子を再び認めてもらう唯一の条件ならば、あの子に謝罪をさせましょう。ロノウェ、あの子を呼びなさい。よろしいですね、バトラ君。好きにしろよ。だが俺が許すと期待するな。呼べよ、あのムカつく魔女。ありがとうございます、バトラ様。ただいまお呼びいたします。お嬢様、バトラ様がお呼びでございます。呼んだか、ロノウェ。話は聞いていたはずですよ。あなたの口から何か言うことはありますか。僕だって悔しい、悲しい。おそらく即死だったでしょう。たとえ彼らが倒れた直後に我々がここに訪れたとしても、きっと手遅れだったに違いありません。いいえ、違うわ。きっと生きてたわよ。胸にこんなものを刺されて
うちの人も、もがき苦しみながら死んでいったに違いないのよ。もっと早く来ていれば、きっと助かった。きっと助かったのよ。バトラ君も辛いだろうけど、しっかり大丈夫だよ、大丈夫だぜ兄貴。もうちょっとだけ泣かせてくれ。俺が一番マシなんだ。俺が一番悲しくないはずなんだ。だからもうちょっとだけ泣いたら大丈夫だから。そんなことないよ。両親を失った心の痛みはよくわかる。僕には母さんがまだいる。バトラ君よりはるかにマシだ。いや違うぜ。庄司の兄貴が一番辛いはずなんだ。分かってんだよ兄貴。庄司の兄貴が俺たちの中で一番悲しくて辛いんだ。俺はそれを分かってる。だからこれ以上メソメソなんて泣いちゃいけねえんだ。どうして僕の方が辛いなんて。俺にとっちゃ親父もキリエさんも成人して独り立ちしたらいつかは別れる人間さ。親である以上子供より先に死ぬのは宿命だ。それが少し早くなっちまっただけの話だぜ。だが兄貴は違うぜ。いつか別れる親だけじゃない。これからの人生をずっと一緒に生きていくはずのシャノンちゃんまで失ったんじゃないかよ。人の命に重さなんかねえさ。赤ん坊の命だって年寄りの命だって同じくらいに尊いだろうよ。だがよ、それからの人生が長ければ長いほど、一緒に築いてく未来が長ければ長いほど、その死ってのは悲しいものなんじゃねえのかよ。兄貴はシャノンちゃんと婚約したんだろ。これからの人生と家庭を一緒に築いていこうって約束したんだろ。その未来のデカさが、幸せのデカさがよ、俺の痛みなんかとは比べ物にならねえ。だから兄貴はもっともっと泣いても許されるはずなんだ。なのに俺たちいとこの兄貴格だからって無理に冷静を装って、やめてよバトラ君。悲しくないわけがないじゃないか。僕はシャノンと一緒にたくさんの未来を思い描き合ったさ。きっと100年の人生では叶えきれないくらいの夢を語り合ったさ。その夢の一番最初の籍を入れることさえ叶えられなくて、悲しくないわけがないじゃないか。それに比べたら俺なんか、俺なんか、だから俺にはこれ以上泣く資格なんかねえんだ。兄貴だってこらえてるのに、俺にこれ以上の涙を流す資格なんて。同じだよ。親しい人を失えば悲しいのは僕もバトラ君も同じだよ。だからバトラ君が僕より涙を流してはいけないなんてルールはない。そして僕だってもうこれ以上涙をこらえなければならないなんてルールもないんだもんね。兄貴、
兄貴。未来を語り合ったシャノンが死んだ。父さんも死んだ。悲しいな。悲しいな。どうして俺がジョージの兄貴が一番辛いって言ったかわかるか？聞いていたからわかる。その後の人生を共にする時間の長さに悲しみは比例するとな。もちろんそれだけじゃ測れねえけどな。俺たち人間はお前ら魔女とは違う。生きてから死ぬまでという有限の時間をその力の限り生きている。それをないがしろにする奴は許せない。ましてや嘲笑いもてあそぶような奴は絶対に許せない。お前のような死の概念もめちゃくちゃな奴には理解もできねえだろうがよ。これから生きる時間の長さだけじゃない。一生懸命に生きている奴の人生を嘲笑うこと、これが一番俺には許せねえんだ。ジョージの兄貴はがむしゃらに頑張って人生を生きてた。シャノンちゃんと結婚するために悲壮な覚悟をしてこの日に臨んでいたはずなんだ。俺みたいに久しぶりにいとこと会えるなんて浮かれてたやつとはわけが違う。しかしだな。ベアト、今は黙って聞きなさい。お前の言い分に一定の理解はする。お前には自分の復活のためにおかしな碑文に沿った殺人を続ける必要があるってんだろ。だからその範囲内でのお前の殺人はお前の立場の事情を汲み取る限りギリギリの理解はできる。それがお前にとっては必要な行為だからだ。ならそれ以上の不要な行為は全てお前の無意味な残酷趣味ということになる。つまり第一の晩に6人を殺すことまでがお前にとっての必要な行為ならば、顔を砕くとか腹を裂いてお菓子を詰め込むなんて真似は全て全く不必要な、お前の残酷趣味だってことになる。俺はお前のこの点について断じて許すことができないんだ。お前はローザおばさんがひどい殺され方を繰り返された時、結局は最後には生き返らせるのだからどう殺したっていいじゃないかみたいなことを言ったそうだな。ワルギリアに聞いてるぜ。それはまあその最後には生き返るなら何度殺してもいいという考えは、命をもてあそぶだけの全く不必要な行為ではないのか。殺すなら人思いに殺せ。もてあそぶな。殺さないならいたぶるな。お前は人の命を自在に操れるのをいいことに命の尊厳を忘れてしまった。だから俺は認められないんだ。命の重みを、そして失った時の悲しみを知らない奴を、俺は対戦相手だと断じて認められない。無限の魔法が邪法と言われるゆえんです。無限の魔女に有限の概念はない。壊す、殺すという有限と終焉の概念がないのです。
それゆえに無限の魔女は時に生と死の狭間をゴム飛びで遊ぶかのように、その行き来を遊び出すようになります。それはとてもとても恐ろしいことです。だから私は無限の魔女として自ら望み、あなたの息まで達しなかったのです。壺を割ってはならぬと言われてきた。でもだからこそいつか割ってみたいと思っていた。そして無限の魔法を得て、いくら壊しても好きなだけ元に直せると知った時、わらわは壺を壊すことでこれほどまでに楽しかったのかと驚いたのだ。それを禁忌の蜜と呼びます。人はその中身に惹かれるのではない、それを封ずる錠前に惹かれるのです。実に嘆かわしいことです。ヴァルギリアに聞きたい。無限の魔法なんてものがどうしてあるんだ。それは何のためにこの世にあるんだ。無限の魔法に限らず、魔法はすべて人の世に幸福をもたらすために存在するのです。今さらバトラ君には信じがたいでしょうが、私たち魔女は人の世に恵みを与えるために人と人ならざる者たちとの架け橋になるべく修行を重ねているのです。死者を繰り返し蘇らせ、何度もいじめ殺すことでどう人の世に役立つってんだ。大切な形見の壺が割れてしまった時、それを直すことで誰もが笑顔を取り戻すならば、私は何度でも魔法にて直すでしょう。しかしそれは壊すために直すのではありません。人に幸福を与えるためによみがえらせるのです。だとしたらベアト、お前は無限の魔女、失格だな。今俺は漠然と思ったことがある。どうして俺がお前とはこんなおかしなゲームを延々と続けてるのかな。これは俺を屈服させるためのゲームじゃない。お前が本当の意味で無限の魔女に認められるための試験ではないのかってな。知らぬわ。わらわがそなたにゲームを申し込んでいるのは単なる暇つぶしだ。誰の思惑でもないわ。俺は今ヴァルギリアからの魔女の定義を聞いた。それによるならばベアト、お前は魔女ですらない。その修行の途中で自らの力を誤解した見習いってことになる。これは魔女と人間の戦いのはず。ならば魔女でないお前に俺の相手としての資格はない。わかるな。わらわがまだ見習い風情だと申すか。ならばわらわはいつそなたの対戦相手だと再び認められるのか。いつこのゲームを再開できるというのか。さあな。それは少なくとも今じゃない。お前が俺の言った話をちゃんと理解できて本当の魔女になった時、俺はお前を再びゲームの対戦相手だと認めるだろうよ。そのような抽象的な言い方ではわからぬ。どうすればお前の許しを超えるのかはっきりと聞かせよ。いいや、これで十分だ。あとはお前が考えろ。俺が言いたいのは以上だ。理解ができないならヴァルギリアやロノウェに相談してみろ。お前みたいなガキンチョは
まず大人の言葉に耳を傾けるところから始めやがれ。ワルゲリア、ゲームは一度中断する。ロドウェイが代行を降りた以上、あとはベアトが対局者としてふさわしい資格を持つのを待つしかない。了解しました。ベアトがその資格を得たと認められるまでゲームを対局者不在のまま進行させます。ベアトもそれでよろしいですね。異論はない。わらわは時間とゆっくり考えられる場所が欲しい。これにて席を外してもよい。ああ、いいぜ。それではまたね。待てよ、そうしょぼくれた顔すんな。それはすまぬ。わらわは胸の内がすべて顔に出る勝負。偽れぬなら、まだ構成の余地はあるってことだぜ。一つだけ約束する。俺はお前とのゲームに勝つかもしれないし、負けるかもしれない。お前が戻ってこなけりゃ不戦勝ってこともあるだろうよ。しかし絶対に俺からは降りない。お前を不戦勝にだけは絶対にしない。お前が再び俺の好敵手としてそこに座るの、俺はずっとここで待っているぞ。バトラ様、ありがとうな。バトラ、わらわはきっとそなたに認められて戻ってくるぞ。台風が今となってはむしろ幸いかもしれんな。もしも晴れていたならゲストハウスに放火するという手もありえたかもしれん。そもそも台風でなかったなら午前中に船が来てた。それも不幸中の幸いと言えるかは微妙ね。エヴァさん、体の具合はいかがですか？無理をされないようにしてください。熱はまだ感じるけど、そんなことを言ってる場合じゃないわ。子供のためにも今は寝込んでる場合じゃない。
なんで人が死ぬってのはよ、こんなに悲しいんだろうな。別れはどんな形でもいつも悲しいさ。でもそれが例えば老いであるとか何かの時間であるとか、あらかじめ約束されていていつか訪れる別れであると分かっているものは、その悲しみを長い時間をかけてあらかじめ薄めておくことができる。それを許されないから突然の不幸は悲しいんだろうよ。なるほどな。そりゃ病気にでもかかって何年も昏睡状態になってるや、少しずつ心の整理もついてくだろうけど、ある日突然じゃその暇もねえもんな。本来なら数年をかけて薄めるべき悲しみが一度に押し寄せる。そりゃ辛いわけさ。時には人の生涯に傷を残すほど深い悲しみを与えることもあるかもしれない。生涯に傷を残すほどか。じい様のオカルト趣味もさ、そう囁かれてたんだよな。例のベアトリーチェって愛人を大昔に亡くして、それが悲しくて悲しくて立ち直れなくて、それで死者を蘇らせるためのオカルトの研究に残りの人生を全て捧げるようになったのではないかって、そう囁かれてた。だとしたらじい様は最後の土壇場でその奇跡を成し遂げたな。犯人は蘇ったベアトリーチェで、じい様は殺される瞬間に再会できたってことになるぜ。自分で蘇らせてそれに殺されるとは皮肉な話さ。それでもおじい様は会えたんだろうね。人生の半分を賭してもう一度会いたいと願った女性に、わずかなひとときとはいえ再会できたんだろうね。丸焼きにされちまったけどな。人生の半分をかけた研究にしてはちょいと割の合わない成果だろうぜ。そんなことはないよ。たとえほんのひとときであったとしても、愛した女性に再会できたおじい様は幸せだったはずさ。仮に生命の摂理に逆らった罪を神に咎められてその身を焼かれ地獄に落とされたとしても、その見返りの再会がほんのわずかな時間だったとしてもね。ジョシュ兄さん、神の怒りに触れてこの身を焼かれようとも構わない。わずかな時間でもいいからシャノンを再び蘇らせてくれるなら、僕は残りの人生すべてをおじい様と同じ研究に捧げるよ。5分でいいからシャノンともう一度言葉を交わしたい。1分でもいいから、それと引き換えに全ての人生を捧げても僕は構わない。兄貴、
ごめんよみんな。僕もどうかしてる。魔法で死者が蘇るくらいだったら世界中の人々が魔法を学ぶだろうね。でも現実にはそんなことはない。誰も学ばない。死者が魔法では蘇らないって知っているから。ごめんよ妙なことを言い出して。僕のせいでおかしな空気になっちゃったね。みんなだって辛いだろうに。気を使わせてごめん。僕は下に行ってもう一杯コーヒーをもらってくる。うちの母さん、コーヒーの入れ方にはこだわりがあるんだよ。みんなもおかわりはいるかい？僕はシャノンを失ったショックで少しおかしくなってるのかな。つまりそれは西洋人は死者が蘇る奇跡の存在を知っていたからなんだ。でも日本にはその奇跡がなかったから焼いてしまうんだ。
それが願いだというのか。それを叶えればわらわは魔女だと認められるのか。無限の魔法などなくとも、わらわは千年に名を轟かす大魔女であるぞ。死者を蘇らすなど造作もないことよ。後ろ宮ジョージ、わらわの声が聞こえるか。聞こえるとも。あなたは誰だい。本当に魔女のベアトリーチェ、それとも僕の悲しみが生んだ幻想なのか。もしも前者だったなら僕の願いを聞いてほしい。そして後者なら僕をそっとしておいてほしい。わらわが黄金の魔女ベアトリーチェである。本来わらわとそなたはこうして会話を交わすことなどできない。しかしそなたがわらわのことを強く意識し会話を望むから、こうして互いのチャンネルを合わせることができる。シャノンを殺したのがあなたなのか、あなたを名乗る何者かの仕業なのか、僕はどうでもいい。ただあなたが本当の魔女として存在しているならば、どんな対価にも応じる。僕の命を望むなら今すぐに捧げてもいい。どうかシャノンを生き返らせてほしい。それが無理ならせめてわずかの間話をさせてくれるだけでもいい。お願いだ。対価はいらない。その願い叶えて使わせ。本当に本当にシャノンを、だが半言の魔法を扱うには今のわらわには魔力が足りない。だからそなたの手を借りねばならない。僕にできることならどんなことでも。それが僕の心臓を今すぐこの場で取り出すことであったとしても僕は躊躇しない。そんなものいらぬというのに。わらわは魔法を唱える。さすれば冥府の扉に隙間ができよう。だが今のわらわにはその隙間よりシャノンの魂を連れ出せるほどの力はない。しかしシャノンのことを強く思うそなたなら、その思いを魔力に変えて彼女の魂を必ずや連れ戻せるだろう。どうだ、わらわを手伝うか。手伝うとも。
シャノンの命が蘇るなら、僕は何を失うことも恐れない。夢じゃない。静かにせよ。今のわらわはとても脆い。この上さらに他の人間まで現れたら、姿を保ちきれぬ。そなたの願いは叶えるから、今は沈黙せよ。よいか。シャノンが眠る客室へ行くぞ。そなたの思いの力抜き、彼女の魂を連れ戻すのだ。行くってどうやって？下には母さんたちがいる。表へ出るのを許してくれるわけがない。それにあなたはさっき、他の人間が現れたら姿を保てないと言わなかったかい？そういえばそうだ。下にはクラウスたちがおったか。それでは確かに下へ降りられぬな。ならば一階へ降りずに屋敷へ行けばいいではないか。簡単な話よ。さあ行くぞ。ついてまいれ。やるではないか。わらわが説明するよりも早く空を舞うことを覚えたか。空が飛べるなんて、泳げるなんて。理屈を考えてはならぬ。それが自然なことであると受け入れる。ニュートンとかアインシュタインとか人間たちの教義を思い出してはならぬぞ。特に高き空を飛んでいるときは、墜落する未熟な魔女も時に あるがままを受け入れる。あるがままを受け入れる。
わらわが初めて空を舞った時よりは上出来であると褒めておく。行くぞ。ついてまいれ。空を飛べるのはすごいけど、すごい風と雨だ。なんだ、雨と風に苛まれるのか。それを防ぐ魔法を教えてもよいが、今のそなたには早いし、今はそれを習う時間を割くのも惜しかろう。ええ、僕が必要としている魔法はそれじゃない。見えてきたぞ、屋敷だ。もう少し頑張れよ。今落ちればバラの茂みだぞ。シャン、待ってて。必ず君を蘇らせてみせる。ボスは第7、第8の番だけね。あと2人で先代のババアの義理はおしまいだわ。クラウスとナツヒを殺す。夫婦仲良くね。にひ、標的はどうかに。ゲストハウス1階ロビーにて標的2名と後ろ宮エヴァを捕捉。魔法力測定。410データリンク。410データ受領。反魔法力は極めて小。エヴァさえ席を外せばまな板の上のマグロにアワビです。にひひひひ。いかがしますか、大ベアトリーチェ卿。ご命令をいただければすぐにも狙撃いたします。どうかご命令を。本当にあんたたちは便利な家具ね。死体をほじるしか能のない中古家具どもとは大違いだわねえ。シエスタ姉妹、またあなたたちの手際を見せてちょうだい。攻撃準備よ。死体はまた運び出してね。たっゆっくり遊んであげるんだから。文句はなしよ、ロノウェ。はい、かしこまりました。ん、今何か気配を感じなかった？誰か感じた人いる？私は何も気づきませんでした。お許しを。私たちゲストハウスを観測中でしたから、周辺監視はオフにしてます。にひ。ルシファーちゃんは何か気配感じた？いいえ、申し訳ございません。ベアトリーチェ様、私たちは何も。中古家具ゆえ愚鈍なことをお許しください。そう、大悪魔のあなたがそう言うならきっ
っと私の気のせいなんでしょうね。